どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ、デュエルリンクスグローバル配信3周年おめでとうございます。ということで本日ね、ストラクチャーとセレクションボックスとなんかいろいろスキルチケットとかいろいろね追加されまして、で本日の動画は僕が大好きな、結構好きな人も多いかもしれない、ドラグニティですね。ドラグニティ、もう何度も動画にしてきました。ドラグニティ強くなりました。だいぶ強くなりました。なんでかっていうと、エースモンスターが来たんですよ。ドラグニティのこれ結構新しいカードなんですけどね、2018年とかのカードなんで、まあイコールパワーが高いと、そういうことです。で今回はこのドラグニティナイトアスカロンっていう、まあ乗っただけシンクロモンスターの究極系、これをね使っていきましょう。効果説明していきます。これねシンプルなんだけどね、すごい強いんだよね。自分の墓地のドラグニティモンスター1体を除外して、相手のフィールドのモンスター1体を除外できると。これねターン1制限ついておりません。何回も使えます。ドラグニティモンスターが墓地にいればめちゃくちゃ強いです。で基本的にこれシンクロモンスターなんで、まあ大体ドラグニティのシンクロで、まあ、2、3体ぐらいは墓地いるじゃないですか、基本的には。だからまあ2体か3体ぐらいは基本的に除外できるっていう、まあそういう効果ですね。で丸2番もまあそこそこまあ強くて、シンクロ召喚したこいつが相手によって破壊されると、エクストラデッキから攻撃力が3000以下のドラグニティのシンクロモンスターを特殊召喚できるよと。だからこれじゃない、ブルイナク以外だったら何でもこのデッキだったら出せますよと。でですね、まあ、じゃあどうやってレベル10を作っていくか。紙の方だと結構ね、あのチューナーでレベル変化できるやつがいて、そいつとかがいるんですごい簡単なんですけど、デュエルリンクスにも結構簡単でですね、レベル上昇っていう最強のスキルがあるじゃないですか。これマジでこれめっちゃ強いんですよ。手札のモンスターカードを一応見せて、レベルをその見せた、モンスターのレベル分上げれるよっていう効果なんで、これで、まあ、レベル上に合わせることがすごい簡単なんで、これめっちゃ強いです。多分一番相性がいいスキルなんじゃないかなと思います。でね、新規モンスターでセナートっていうのが来たんですけども、これがねすごく強い。この鳥は、これも新しいカードですね。結構手札からドラグニティを捨てると、デッキからドラグニティを装備できますよっていう効果を持ってるんですよ。まあおまけで一応戦闘効果で破壊される場合に、そのドラグニティカードを代わりに破壊できるよっていう装備のねカード効果持ってるんですけど、まあ丸一番の効果はまあ強くて、デッキからドラグニティチューナー、つまりまあファランクス、まああんまり装備じゃないけどアーキュリスを装備することができますよと。これめちゃくちゃ強いんですよね。なんでかっていうと、セナートでファランクスを装備することによってすぐ6シンクロができるし、まあ、手札にレベル4のモンスターがいればすぐレベル上昇してレベル10までいけるし、アスカロンがいけるし、ということでかなり相性がいいんですよ。でですね、このレベル10を作っていくっていうのが、先行でも後攻でもこのモンスター立てると強いんで、まあこれを立てるっていうのがドラグニティデッキの、なんだろうな、目指すべき目標なんですよね。でアスカロンを立てるために、じゃあどうやってやっていくか、まあ、基本的にはセナートですね。セナートでレベル2セナートプラスレベル2のドラグニティ、もしくはレベル4のドラグニティがいれば出ます。まずレベル4がいる場合、セナート効果で、セナートの効果の前にセナートのレベルを、上げます。レベル4上げて8にします。でセナート効果でパランクス、ドゥクスかなんか捨ててパランクス装備して、装備解除して、8になってるセナートと2で10と。簡単ですね。レベル2がいる場合、レベル2がいる場合はセナートのレベルをまず2上げます。パランクスのレベル上げます。で、セナート効果でパランクス捨てます。でデッキからファランクスを装備すると。でファランクス装備解除してレベル6になってるセナートとレベル2のファランクスでレベル8でバルーチャ出します。バルーチャで、バルーチャはシンクロ召喚に成功すると墓地の、ドラグニティチューナーを装備できるんで、なんでもう一回ファランクスを装備します。でファランクスもこれ単一制限ついてないんで、ファランクスを装備解除して、8と、2で10を出すと。こういう感じですね。まあそれ以外にもレベル上昇を使った後にこのレバテインっていうのがいて、レバテインはドラグニティ、という名前の装備をしているドラグニティモンスターを除外すると墓地か手札から特殊召喚できると。でレベル8なんですよ。だからこれで特殊召喚に成功した場合にまたチューナー装備できるんで、これでファランクスを装備して8と2で10みたいなね。これね、実はねドラグニティって竜の渓谷っていうすげえ強いカードがあって、それが来てないんで結構ね安定感がないんですよね。
で弱点先に言っとくと、ですね、カナディア底なしコズミックサイクロン、環境に蔓延しているカードが軒並み辛いんです。だからそういうカードを対策するために一応局所と、まあ魔導陣とか辛いんでね、コズミックサイクロンとこういう感じです。で真相は装備してるとトラップカードの効果全く受けなくなるんで、波紋とか分断とかカナディアとか効かないんですよ、装備すればね。だからその前にやられるときついから、まあ、これで対策していくっていうね。これがねちょっと金底環境なのがかなりの逆風という感じなんですが、逆風のガストということで、早速タッチャすげえ強いから、アスカロンの制圧力見せつけていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、イザヨイアキ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いや、やっと来たわ、ドラグリティ強化。待ってた待ってた。ストラクチャー見ました皆さん。結構ね、なんかで運営さん優しくて、俺なんか新機能体マジでアスカロンが入ってるんじゃないかなと思ってたんですけど、なんかちゃんとバジランドとか入ってましたね。ただなんかドゥクスがドゥクスがなかったんで、前のパック向かなきゃいけないんですよね。ブラックフェザー入ったやつ。まあ一応ね、ブラックフェザーデッキ組むための、ブラストとか入ってるパックなんで、まあ向いても損はないかなと思います。多分ブラックフェザーはまあこれからも強い、デッキだと思うんで、はい、だからまあ損じゃないかなとは思いますけど、一応ね向くことに関しては、まあ、ついでにドゥクス集まればいいかなっていう。まあ、ドゥクス、要は調和の放殺でファランクスしてドゥクスしなきゃいけないっていうのはちょっと辛いんですよ。セナートだけ、しかないんで今初動が、それ辛いんで、はいはい、なるほど。あとはちょっとあのセカードなんですかね、ちょなんも、あー、カナディアソコランシですかね、カナディアですかね、ソコランシですかね、ちょわかんないですけど、マジでそれはきついもうきついもんもうきついんだけど、やばいって。ちょセナート効果発動するか、スラート効果発動して、もうやばいって、それまきついんだって、金底やめろよ。効果と、ちなみにつらい、はい、オッケーで、ファランクス装備解除は、ファランクス装備解除どうすか、これどうすか、これどうです、これは一応カナディアか、あれそれ早いんじゃない、これやったのではこれは来た、これは来た、これが初見殺し。ドラグリティの真相の効果発動、真相の効果によって俺はデッキよりドラグリティファランクスをこのモンスターに装備するぜ。そしてファランクスの装備を解除し特殊召喚、そしてスキル発動、レベル上昇。カナディアが早かったようだな、伊沢明さん。ドラグリティデッキ知らんのか、無理もない、今日発売されたばっかりだからな、ストラクチャーを買っとけ。ドラグリティナイトアスカロンシンクロ召喚、いっけースーパー乗ったらけシンクロ。そしてドラグリティナイトアスカロンの効果、墓地のドラグリティモンスターをゲームから除外し、てめえのモンスターを除外させていただくぜ。破壊耐性があるらしいですね、そのモンスターは。そんなことは知りません。バトルフィッチ対戦ありがとうございました。アスカロン強すぎん、やべ、楽しいこれ。さあ相手の方、お、ダークシグナカーリー渚選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。なぎさっちか、なぎさっち、ちょっとさ、エバリーはいけっけどさ、ちょガン伏せすんのやめようぜガン伏せだけやめてくれ。ドゥクス召喚、ドラグニティドゥクスの効果、墓地のドラグニティチューナーを装備していく。そしてファランクスの装備を解除し自身を特殊召喚、そしてスキル発動、レベル上昇。俺はファランクスのレベルを4つ上げるぜ。そしてレベル4、ドラグニティドゥクスにレベル6となったドラグニティファランクスをチューニング。聖なる翼翻し、我らに勝利をもたらしたまえ、乗っただけシンクロ召喚、舞い上がれドラグニティナイトアスカロン。そしてアスカロンにドラグニティの真相を装備、このカードを装備することによってこのモンスターはトラップカードの効果を全く受けないという最強の体制を得る。これがね、先行でできれば結構強いんですよ。これね、先行でできると結構強い。なんでかっていうと、まあ、後伏せカナディアとか効かないし、狡猾とか波紋とか分断とか、まあなおコツサイって感じなんだけど一応破壊耐性一応あるよみたいなもんなんでね、アスカロンってのは。破壊されると、あー、トラミットか、 OK、 トラミットか、おい、読み間違えたぞ。なんでこいつからトラミットが出てくるんだ、謎すぎた。全然エヴァリーの話しまったけど全然違ったわ。
ガーディアの力、あ、強いやん。強いじゃないか、なかなかやるな。おめでとう、君は僕のね犠牲者第1号に選ばれた。この動画何番目にするか分かんないけど、さあ局所的ハリケーンちなみにもうトラミッドパレスは間に合いませんからね。もうこのタイミングではトラミッドパレスは間に合いません。墓地にカードもねえし、はい、で狡猾も来ません。狡猾カナディア来ません。はいはい、キングゴリム OK、 いいですよ。でトラップカードかなんかが墓地じゃなくて手札に戻って、でクルーザー効果で、はいはい、 OK でーす、了解でーす。なんかガンディアの力を装備してるモンスターはなんか戦闘でも効果でも破壊されないとか最強の効果持ってるらしいですね。さようならさようならさようなら、セナート召喚でちょっと一回ちょっとぶん回すわ。ちょ一回ぶん回すわ。レバテイン使いたいからよ。レバテインの使い方みんなにお知らせするわ。まず、コースするじゃないですか。コースするんですよ。でドラグニティナイトバジランダっていうなんか乗っただけシンクロモンスター出すんですよ。でドラグニティ、を装備しているドラグニティナイトバジランダはなんとこのモンスターですね、ちょっと待ってくださいね。これ装備回違うわ、間違えた。バジランダをこれ除外することによってレバテインを特殊召喚されると。でレバテイン効果で特殊召喚に成功すると墓地のドラグニティチューナーを装備できる。ちょごめんね、ぶん回して申し訳ない。ちょレバテインの動き方を見せてから。でこうするじゃん。で8と2で10するんですよ。どうですか、アスカロン2体っすよ。何体除外するんだっていうね、まあ、勝ち確なんだけどこれアスカロン強すぎか。おい、アスカロン強すぎ。さすが10期カード、さすが10期パワー。バトルフェイズいきまーす。対戦ありがとうございました。ストラクチャー買いましょう。なおカナディアコトサイ、ちょマジでさ、ほんとカナソコとかいうカードマジでどうにかしろよ、あのカードほんまに。これはセナート召喚でいいでしょう。セナート召喚してでスキル発動先にしておくと、でレベル上昇しといて、でこれでね、ドラグニティ何でも何でもいいです。ドラグニティマジで何でもいい。で、調和の方を殺しましょうか。ファランクスを引きまくるっていう事態だけ起きなければいける。真相引きたい、あー引けない。真相引きたいな、真相を引きたいな、真相を引きたいな。あ無理か。セナート効果、まあ、一応ね、まあ、ドラグニティ何でもいいんで、まあ、今やんなくても別にいいんですけど、できれば真相引きたいんですよね基本的に。はい、で、先まずこれバルジャラしましょう。バルジャラしまして、レベル6となったドラゴンティステナートにレベル2ドラゴンティファランクスをチューリング。召喚工場全く考えておりませんでした。バルジャラの召喚工場考えておきます。乗っただけ新規の召喚ドラゴンティナイトバルジャラ。バルジャラの効果、墓地のチューナーモンスターをなんかいっぱい装備できます。まあ、1体でいいです。これはこいつはもう経由地点しかないから、ハブだから、これこいつハブやから。大阪行きたいけど一旦名古屋寄るみたいな感じだね大阪行こうと思ってるけど一旦名古屋寄るみたいな感覚。そして、なんだっけ、聖なる翼翻し我らに勝利をもたらせ、乗っただけ真紅の召喚ドラグニティナイトアスカロン。カードを1枚セット、ターン終了。さあなかなか、真相がね、こういうこんなに頑張って分回しても引けないっていう問題ありますんでね。まあ、ハリケーン、ハリケーン、国際っていう、まあ、一応、その、ドラグニティ、なるほど。これやばいな。マジ？ちょっと待って。やばそう。ちょっと待って、使わさいって感じ。ちょっと待って、これやばいか？嘘でしょ？バスターブレイだってやばいよ、これ。結構ね、天敵ってカナディア底なし、国際って言いましたけど、なんかそれ以外にもいるんですよね。それ以外にもいるんですよね。忘れてました。これやばいぞ。待って、ちょっと。ちょっと待って。やめてよ、なんで今それ使ってんの、なんでだよ、なんで今それ使ってんの。そんなのもういないじゃん環境に。嘘でしょ、嘘だよ。ってか打点高えな、おい7800ってなんだよ。ふざけんなよマジで。ヘルモスの爪、どういうこと、どういうデッキだよこれマジで。あーなるほど、レッドアイズ、ブラックドラゴンソード、どうだっけ、ドラゴンのダメ
ちょっと待ってちょっと待って、うっそ、